はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。甲州卸場に行った際に撮影する動画っていうのは当然ながら卸場関係、工場関係のものがメインなんですが、同時に甲州自体の魅力っていうのも知っていただきたいなっていう思いが私としてはあるんですね。ですから卸場とは直接関係のない場所っていうのを時々撮影しに行ったりしています。今回も結構いろいろな予定が変更になってしまって、なかなか撮れない部分もあったんですが、こちら越州公園という場所を撮影してきました。この場所は甲州品館から乗り換えなしで15分20分弱ぐらいですぐに到着する大きな公園なんですね。公園っていうのはそこかしこにあるんですが、この越州公園っていうのはどちらかというとおじいちゃんおばあちゃんがお散歩する場所って感じですね。受講新庄の近くにあるような、公園というか遊歩道はカップルとか家族連れが多いかなって場所なんですが、ここはおじちゃんおばちゃんおじいちゃんおばあちゃんがいて、で時々カップルもちらほら見えるっていう公園です。園内には大きく分けて3つの湖があり、それぞれの湖に足漕ぎのボートっていうのがあります。もうちょっとで見えてくるんですけれども、こういった湖というか人工の池ですかねのところに、これ屋根がついているちっちゃな館船みたいなの、これ一つ一つが足漕ぎのボートで、これをだいたい1時間何十元とかでレンタルすることができます。自分は今回友人と行ったんですけれども、ここでレンタルボートを借りようかなと思って行ったんですが、思いのほかにぎわっていなかったので、ボートはいいから、ちょっと散歩してそこら辺でだべって帰ろうかっていう感じで帰りました。園内の半分ぐらい歩いたんですけれども、1時間2時間ぐらいは結構いつの間にか時間が経ってるぐらいな、のんびりとした空間が広がっている場所です。ちなみに園内のところどころに役人のお偉いさんの家とかもいきなりあったりして、なんだこれ、公園といえば公園なんだけれども、やっぱり国の持ち物なので、こんな公園の中に住んでいるお役人さんお偉いさんもいるんだなと思って結構びっくりしましたね。ちなみにこの越州公園と並んで甲州品館から比較的アクセスが良い公園っていうのに、文化公園という場所があります。この文化公園はリーワン広場、リーワンワンちゃんと中国語だと言うんですが、要するにパワーストーンやシルバーアクセサリーの市場から近い公園なんですよね。近くには上下級歩行街シャンシャージオプーシンジェという場所もありますので、そこで食事をして文化公園でゆっくりするなんてプランも比較的のんびりしたゆったり甲州を過ごすプランとしてはいいんじゃないでしょうか。で、こういった公園でよく演劇とか発表会みたいなものが行われています。はい、こんな感じで今回行った時は平日だったんですが、各民族の民族舞踊みたいなものを中心に無料の発表会みたいなことをやってました。ちなみに随分前に文化公園に行った際は京劇をやっていましたね。観覧席っていうのは有料なんですが、ちょっと遠目からだったら誰でも無料で見ることができるので、それでも十分楽しいんじゃないかなと思います。ちなみにこの越州公園に話戻しますと、こんな感じでなんて言うんでしょう、寂れた遊園地みたいな場所がありました。というわけで今回は越州公園をお届けしました。個人的には卸場としての甲州っていう場所であるとともに、将来住みたい場所でもあるので、卸場とは関係のないこういった場所っていうのも今後も探求していきたいなと思いました。最後に先ほど少しお見せした演劇の映像っていうのをもう少しお見せして終わりにしたいと思います。では失礼します。